どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ちょっと速報ということで、ANA がね、新型コロナウイルスの、対策として特別措置っていうのをね、発表いたしました。今回の動画では、こちらのね、特別措置についてね、解説していきたいなと思うんですけども、マイル、ANA スカイコインの有効期限延長ということで、2020年ね、3月31日から2021年の2月の28日までに有効期限を迎える ANA マイル、ANA スカイコインについて、2021年3月31日までね、有効期限を延長しますっていうのをね、発表いたしました。で、こちらはですね、一度失効してしまうんですけども、翌月下旬頃に、またね、復活しますっていうことなんで、戻ってきますので、今回ね、このコロナウイルスの影響で、利用できない、いけないっていう方ね、かなり多いと思いますので、すごいね、いい対応ですよね。で、今回のこの、マイル ANA スカイコインの有効期限延長なんですけども、私たちがね、特段何かするわけではなくて、勝手にね、やってくれるっていうものなんですよね。次にですね、もう一つ ANA が発表しております。プレミアムポイントの、特別倍率での積算。こちらはね、すごい措置です。これからね、解説させていただくんですけども、これどういうものかっていうと、今2020年の、今3月なわけなんですけども、ANA のプレミアムポイント自体はですね、私の動画でも結構解説動画やらせていただいてまして、実際のルートとかもね、YouTube で出させていただいてるんですけども、もうこのプレミアムポイントっていうものは、ANA の上級会員になるために、マイルとはね、別に付与される、ポイントなんですけども、これをね、1月1日から12月31日の までの、ね、間に、いくら稼いだか、いくらポイント貯めることができればね、ブロンズ、プラチナ、ダイヤモンドっていうふうにね、ステータスが上がっていくんですけども、私も昨年ね、ダイヤモンド修行ということでね、プレミアムポイントを貯めさせていただいたわけなんですけども、今回のこの特別倍率っていうのは、本来1月から12月31日までに、ブロンズだったら、3万、プラチナだったら5万、ダイヤモンドだったら10万ポイントが必要なんですけども、特別倍率でのこの積算倍率なんですけども、これ2倍なんですよ。2倍。やばいですね。いや、これね、大丈夫なんですかっていう感じなぐらいね、これすごいんですよ。これ簡単に倍ですからね。本来ね、プラチナステー、ちょっとブロンズステータスもあるんですけども、ブロンズはね、そこまでの得点がないんで、ちょっと割愛させていただいちゃいますけども、プラチナステータスになるためには5万ポイントが必要で、ダイヤモンド会員になるためにはね、去年私も10万ポイント貯めてダイヤモンドになったわけなんですけども、これが、逆算してしまうと半分で済むわけなんですよ。ですんで、ANA の SFC 修行をね、されている、検討している方は、2万5000プレミアムポイントで、もうこの SFC 修行完了しちゃうんですよ。ダイヤモンドを狙っている方はですね、普通の SFC 修行するプレミアムポイントでダイヤモンドになれちゃうんですよね。これすごいですよね。対象期間なんですけども、このプレミアムポイントはね、倍になる期間なんですけども、2020年の1月1日から2020年の6月30日までの搭乗分ということになってますんで、2020年の1月1日からっていうことなんで、もうすでにね、1月2月とかで、修行されている方、いらっしゃいますよね。そういう方はですね、もうすでに、プラチナステータスになってる方とかはですね、もうこれ単純に倍になってダイヤモンドになるんですよ。すごいですよね。で、今 SFC 修行中で、今回このコロナウイルスで中断してますみたいな感じで、2万5000プレミアムポイントをね、稼いでる人は、もうね、飛行機に乗らなくても SFC 修行完了しちゃうんですよね。いや、これすごいですよね。で、今回のこの対象路線なんですけども、ANA 及び ANA グループ運行の国内線、国際線、全路線ということなんで、対象外路線ないんですよね。
対象運賃なんですけれども、マイル積算が可能な、国内の 全運賃と国際線全クラスということなんで、まあ、こちらも対象外はありません。で、対象者の方も、期間中にね、搭乗いただいた、全ての ANA マイレージ会員ということなんで、まあ、こちらもね対象外の人いないんですよね。で、今回のね特別、倍率のプレミアムポイントの積算時期なんですけども、ちょっとここら辺にね出しておきますけども、1月1日から3月31日までに搭乗した方は、2020年4月下旬、4月1日から30日の場合は、5月下旬、5月1日から5月31日までの分は6月下旬、6月1日から6月30日までの搭乗分は、7月の下旬に特別倍率のねプレミアムポイントがもらえるっていう風になっております。まあ、今回の特別措置で全部がね、まあ、2倍プレミアムポイントがね、まあ、もらえるということですんで、これ大きく出たなっていう感じなんですよね。まあ、でも ANA 自体も搭乗率がかなり減っていて、まあ、これで、搭乗率を上げたいっていうね気持ちももちろんあると思うんですよね。まあ、私もですね、ANA のことが好きで、まあ、ANA のねダイヤモンド修行まで下見なんで、まあぜひねこの時期にね、まあ、乗っていきたいなと思ってるんですけども、まあ、ちょっとね予定次第と、まあ、コロナウイルスのね収束はどんな感じになるかっていうのはちょっとわからないんで、まあ、今の現時点でね私もまだやりたいなと思うんですけど、修行ねやりたいなと思うんですけども、実際どうなるかちょっとわかんないんですけども、もしねこれから、SFC 修行ね、されるっていう方はですね、利用できるようであればね、6月30日までね、プレミアムポイントね、2万5000ポイントね、貯めることができれば、まあそれで SFC 修行完了してしまいますんでね。それでは次にですね、どのぐらいでね、この SFC 修行がね、できるかっていうのもね、ちょっとね、皆さんにね、シェアしておきたいなと思うんですけども、国内線の、プレミアムクラスっていうちょっと広い座席がありますよね。食事とかが出ちゃう、ちょっとVIP席ですね。まあ、そちらが、まあ、5月の下旬ぐらいで検索したんですけども、そちらだとね、スーパーバリュープレミアム28で、だいたい3万7000円ぐらいなんですよね。片道。東京から那覇で計算しているんですけども、まあ、これで計算するとね、3万7710円でね、行けるということなんで、東京那覇をね、9往復すれば、この SFC 修行完了しますんで、プレミアムクラスであっても、33万円から35万円ぐらいで行けるんですよね。まあ、ちょっとね、ここ幅入れたのはですね、ちょっと日によって、まあ、値段も違いますし、だいたい3万7000円から4万円ぐらいのね、推移してるんで、直近だともうちょっと高いんですけども、これ一応ね5月の末ぐらいで、検索してるんですけども、そこら辺で検索するとね33万円から36万円ぐらいでね SFC 修行ができるっていう計算になるんですよね。 ANA マイルをね、スカイコインに変えて、こちらね修行されたいっていう方はもちろん多いと思うんですけども、まあ、こちらね東京からね、那覇路線で、まあ、往復するって考えるとですね、だいたい22万スカイコインぐらいあるとね、できるかなっていう感じなんですよね。もちろんこれは東京から那覇を、プレミアムクラスで、まあ、取った価格っていう風になりますんで、もちろんね、調べればねもっと安い路線もねちょっと出てくるかと思うんですけども、ちょっと今回の動画でね、速報っていう感じでね解説してるんで、もうちょっとね安い路線あるかもしれないですね。次にですね、国際線、まあ私の動画のチャンネルで2週で簡単 SFC 修行っていう、クアラルンプール発見の東京乗り継ぎのニューヨーク往復、まあこれをね2回で本来 SFC 修行っていうのがまあ完了するわけなんですけども、本来2週でSFC 完了する路線なんですけども、まあ、これがね、倍になるっていうことなんで、クアラルンプール発見から東京ニューヨーク往復してクアラルンプール戻る。それで終わるんですよね。いや、これすごいですよね、やっぱり。ですので、まあ、別切りでね、クアラルンプール発見になりますんで、東京から、クアラルンプールまでの往復の、チケットはね、ご自身で別に手配しなきゃいけないんですけども、それでもねかなりプレミアムポイントはね稼ぎやすくなりますんで、まあ、ANA をね応援するっていう形でもね、もし SFC 仕様をね、検討されてるって方はねこの機会にね、してみてはいかがでしょうか。
こちらも調べた感じだと5月の終わりぐらいでね、ちょっと検索させていただいたんですけども、価格的にはですね22万円ぐらいで、このクアラルンプール発見の東京ニューヨーク往復がね、まあ取れるわけなんで、まあプラス、3万円から4万円でね、あの別切りで往復必要になりますんで、通常の運航だとまあエアアジアとかでね、まあ3万から4万ぐらいでね、行くことができますし、まあできればね ANA マイルとかにねまだ余裕があるようでしたら、往復もね ANA の特典航空券で行かれる方がかなり楽です。あのエアアジアで行っちゃうとね、ターミナル移動しなきゃいけないんで、まあこれも ANA で行っちゃうとね、まあ同ターミナルから行けるんで、まあ、本当に入国審査もなければね、そのまま制限エリアにね入って、そのまま制限エリアから飛行機乗るみたいな感じになりますんで、あの移動も楽ですからね、ここも ANA 特典航空券かもしくはスカイコインでね、まあ、あの利用した方が、まあ、確実に楽にはなりますかね。いかがだったでしょうか。今回ちょっと速報ということで、 ANA のね新型コロナウイルスの特別措置として、ANA マイル、ANA スカイコインの、延長、プラス、プレミアムポイントのね、特別積算っていうのはね、発表されましたんで、解説させていただきました。今回の動画ではほとんど SFC 仕様のね、話をさせていただきましたけども、まあ、こちらね、ダイヤモンドを狙ってる方ももちろんね、この期間に SFC 仕様分の5万プレミアムポイントを貯めるだけで、ダイヤモンドに慣れてしまいますんで、これかなりすごいんですよね。まあ、たくさんね ANA の飛行機に乗れば乗るほどね、 ANA の、この経営っていうのもね今絶対大変だと思いますんで、まあ、ANA をね応援する意味でもね、まあ、できるだけね乗ってあげたいところですよね。ぜひね、この動画見て、この機会にね SFC 仕様をね、されようって思った方はですね、ぜひ積極的にやっていただきたいなと個人的には思います。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけると、とても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。